あとは野となれ誰逃れこと竹志軍団の誰逃れ明美さんがタメ口を話す失礼な AD にタメ口タレントは怒るのかという企画の某バラエティ番組の放送後、その放送内容についてツイッターでこんなことをおっしゃっていました。いろいろカットされて変なところ使われていてびっくりしました。私はタメ語を話した後はちゃんと謝りに行きますし、プライベートでは敬語です。金返せクソバカ野郎一体どうなってんだ最近の SM 業界は。どいつもこいつもビジネスサディスト、略して BS、 偽物どもがギャーギャーわめくな。そもそも後で詫び入れるぐらいなら最初から名前切ってんじゃねえぞダルビッシュがよ。謝って済むならな、警察とペニバンはいらねえんだこのダルビッシュ。いやダルビッシュじゃないよ、誰のがですね途中で興奮して間違ったんです言ってましたね。もうあれなんだろうな、やっぱり我慢できなくなるんだろう ね、 もうあれで、だから多分ネットとかやってっからさ、で自分のこと調べてんじゃない、そうするとさ、あの批判が多いんじゃないそうするとさ、ビビっちゃうんだろうね批判されてる、言い訳しなきゃ言い訳しなきゃって思うんだろうね。私は本当はそう言っていません気が弱いんだよドンと構えないからね、なんと言われようとね、批判を飲まないと。あテキーラのようにグイッ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 、もう一杯もう一杯もう一杯批判もう一杯もっちょもっちょでもいいという時になったらお腹いっぱいです。そうお腹いっぱいですゲップしてた、ゲップしてそういうかっこいいねあそうなったらかっこいいな。ラジオネーム10